回の、ベルセリアでは、主人公のベルベットがこう、感情の赴く前に前へ前へと突き進むベルベットという存在と、世界に秩序をもたらすために、動く者たちという、との対立という、感情と断りをテーマとした、ストーリーを描いております。ベルセリアの意味なんですけども、ベルセリアは、これまでテイルズ あのタイトル同様、もともとが、バーサークという単語からテイルズならではのちょっと語感を残し、あの主人公ベルベットのその感情の強さ、思いの強さみたいなものを乗せた残した部分で、ベルセリアというふうに名付けました。テイルズシリーズにおいても過去20年長く、続けてきましたが、これまで一度も女性単独女性主人公というのが、扱ったことはなかったです。そんな中で、テイルズオブシリーズ20周年を迎えて、新たな第一歩、次の10年20年を迎えるにあたってのスタートとなる作品では、とにかく新しいことを盛り込んでいこうというところで、最初の企画の、コンセプトの段階から、もう女性主人公で行こうというところはもう決まっていました。ベルベットはもともとは、田舎の村に住む、素朴で家族思いの、心優しい女性であるんですけれども、物語の冒頭にある、彼女にとって受け入れがたいショッキングな出来事が起こるんですが、その出来事を通じて、魔物の力、ゴーマの力を、宿してしまうというキャラクターです。実はベルベットだけに限らないんですけれども、テイルズのキャラクターに関しましては、もうすべて猪俣先生ももちろんですし、藤島先生、あとバンダイナムコスタジオの、奥村岩本に、関してもそうなんですが、キャラクターの最初世界観の設定をお渡しして、そこからイメージをしてもらったものをお預かりして、出来上がったキャラクターです。まずライフセットなんですが、ベルベットと出会った当時は感情をなくした状態で、とある理由からベルベットがこう無理やり連れていくようなシチュエーションで仲間に加わることになるんですけれども、ベルベットが自分に対しての思いみたいなのを感じ取って、徐々に感情を芽生えさせていく、ライフセットの成長過程もストーリーの中で描いていく、そんなキャラクターです。次六郎なんですけれども、このキャラクターもとある出来事でベルベットに六郎側が一方的にこう恩義を感じて、それに付き従うという、受けた恩は必ずその誠意を持って返すという、日本の武士のような、そういう性格を持つキャラクターです。ベルベットはもともとその、ゴーマの力を宿したときに、片腕がゴーマの力を持った手に変わってしまうんですけれども、ゴーマの手を使って、敵から能力を奪い取ることができます。その奪い取った能力を使って敵をまたさらに有利に、バトルを運ぶ、そういったかなり攻撃的なキャラクター設定になっています。ミッドガンド聖堂王国というのは、ベルベットが対立することになる、聖領という組織が存在する、敵型の本拠地となる、そういう国になります。リベレーションリニアモーションバトルは、まず基本的に3つの要素、これまでのテイルズシリーズとは一新しました。その一つは、フリーラン操作、フリーランベースによる操作、もう一つが、フリーカメラ、によるカメラ操作で、最後の3つ目が、プレイステーションコントローラーの丸×三角四角ボタンに、それぞれ術技をプレイヤーの、思うままにこうセッティングする、この3つの要素が加わることによって、テイルズならではの手軽で、爽快感のあるバトルが誰でも、楽しめる、そういったシステム。ソウルゲージは、ベルベットたちは、主人公パーティーに関しては、ゲージを3つ集めることによってブレイクソウルという強力な、技を各キャラクターが繰り出すことができるっていう、効果はあるんですけれども、敵側にもソウルゲージというのは設定されていまして、このソウルゲージを、気絶させたりとか毒にしたりとか、ステータス以上を与えたり与えられたりすることによって敵と奪い合いをする、そういった要素を盛り込んだシステムになっています。これを、相手から多く奪い取って自分が強力な技を出す、逆に、敵に奪い取られると敵はより強力な技を繰り出してくる、そういった、駆け引き、立ち回り、バトル中の立ち回りみたいなところを、より奥深くする、そんな要素を持った、システムが、ソウルゲージです。端的に申し上げると、バトルに関してはこれまでのシリーズ同様、最大4人までの、キャラクターが、参加することになるんですけれども、それ以外のリザーブメンバーですね、リザーブメンバーが、スイッチブラストによって、瞬時にリザーブメンバーと今戦っているキャラクターを入れ替えて、連携をそのままつなげていったりとか、
まあ、これはあの使うには、ソウルゲージとはまた別のブラストゲージという存在があるんですけども、このゲージを一つ使って、もういつでも、プレイヤーの、望むタイミングで、変えたいキャラクターを、瞬時に入れ替える、そういったことができる仕様があのスイッチブラストになります。まあ、これキャラクターによって、その効果自体はブレイクソウルの効果自体は、様々なんですけれども、先ほど の、 あのソウルゲージを、3つ以上もあの所持しているときにそのうちの1つを使って、発動することができます。その発動している間はベルベ例えばベルベットであれば、さらに連携攻撃の、が継続することができて、その最後には、さらに強力なスペシャルアーツをあの繰り出すことができます。まず最初にあのご説明させていただきたいのが、テイルズ・オブ・ゼステリアと、ベルセリアつながりはあるんですけれども、ベルセリア、ゼステリアを遊んでいなくてもあのベルセリア単体で、ストーリーの全てを理解していただける、そういった作りにはなっています。まあ、ですけれども、ゼステリアを前作をプレイしていただいた方には、まあ、ゼステリアの、はるか昔のお話がベルセリアになりますので、まあ、そこで、ゼステリアで出てきたキーワードですね、が、どういった形で、例えば天族であったりとか氷魔であったりとか、そういったキーワードがゼステリアにあったんですけども、まあ、それがそのまま使われているのではなくてベルセリアでは、別の言い方別の、存在、意義を持っていたりとか、扱われ方がその世界での扱われ方が違ったり、まあ、そういったところを、まあ、知っていればあのあこういう形で、こういうふうにあのベルセリアの時代では語られてたんだということがこう分かっていただける、まあ、あの進めていく中で、ゼステリアと の、 そのリンクの部分に対してこうあのニヤッとしていただける、そういった部分があのたくさんあの用意してますので、ぜひあのストーリーあの進めていただくと楽しみに、していただければなというふうに思います。今回 の、 あのテイルズ・オブ・ベルセリアでは、これまで の、 あのシリーズからは、女性主人公もそうですし単独女性主人公もそうですし、リベレーションリニアモーションバトルで操作体系から一新したシステムを実装していたり、新しいことをとにかく盛り込んだ、システムになっています。テイルズ作品をこれまであの触れていただいていなかった方々にも、こう手に取っていただきやすい、そういった作品になっていますので、ぜひ、テイルズ・オブ・ベルセリア楽しんでいただければと思います。テイルズ・オブ・ベルセリアは、プレイステーション4、スチームでリリースされます。どうぞよろしくお願いいたします。